どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはですね、どんな方でもあっという間に、ウクレレでモリモリ音楽が楽しめますよということで、日々簡単レッスン動画を公開している YouTube チャンネルですけど、今回の動画はかなりの特別スペシャル編となっております。実はですね、この動画、マイケルジャクソンのビートイット、これにですね、あのフレーズあるじゃないですか、でででででんででで、ってこのフレーズを重ねて弾いてみようぜということで、この度ですね、スタートしたこのエレキウクレレ G ソリッドを使いまして、なおかつアンプです。 G ラボ初のウクレレ専用アンプ、アコースティックの、通常のガズレレのウクレレたちもすっごいいい音を奏でてくれるんですけど、このエレクトリックウクレレでもですね、ナイスなサウンドを響かせてくれるという、このねペアを使ってですね、メロディー解説していきたいと思います。パート2の動画になります。このビートイットのね、そのパート1と合わせてご覧になっていただくとすごくいいと思いますが、今回はちょっと実験的な企画なんでですね、かなり面白いことになっていると思います。はい、そしてこの G ソリッドというこのエレキウクレレなんですけど、ただいまですね、予約期間がスタートしております。ぜひチェックしてください。この V 型の他にこっちのね、GJ というモデルもあります。これも渋いですよね。はい、この V もすごくとんがっててめちゃくちゃいい感じです。もちろんモジャ君がいるベトナムで一本ずつハンドメイドで手作りで作られてるめちゃくちゃいい、ギターじゃねえ、ウクレレになってますからね。はい、このね、G ソリッドのことと、この今G ラボでリリースしている、ウクレレ専用超高機能アンプ、めちゃくちゃ濃厚に解説している動画があるんですよ。そんなの出てたの知らなかった、どんな風になってんだろうという方、概要欄に説明の動画の URL 貼っとくんで、ぜひご覧になってください。まあ、それを見ていただいたという上でね、今日どんどん解説していくんですけれども、さあ皆さんですね、今回はちょっと特別なんですけど、ウクレレって本当に簡単に楽しくできるね、愉快な楽器なんですよ。すぐできますからね、ウクレレやってみたいなと思った方、すぐ始められますからね、はい、概要欄に貼っとくんで、ちょっとそこでお勉強して、基本的な部分を学んでください。今日はちょっと特別編ということでスタートしていこうと思うんですけど、どうやって進めていくかというとですね、このアンプから音を出して、前回やったこのパート1のビートイットに合わせて、セッションしていく、自分の演奏に合わせてセッションしていくということなんですけど、これね、エレキウクレレってこれなんじゃこれって思うかもしれないですけど、通常のですねウクレレとですね、考え方は全く一緒なんです。今ここにですね、いつも普段ガズが使ってるね、このガズモデルのウクレレがあるんですけど、ちょっと一弦から弾いてみましょう。はい、これウクレレのね、響きのチューニングと、ちょっとこれ弾いてみますね。はい、4弦だけがロー G といって、低いオクターブ下の弦が張ってあるということで同じなんですよね。なんでこの一弦ね、エレキギターに見えるこれも C は1弦の3フレットを押さえて、F も同じです。なんで皆さんが持ってるものと、ほぼほんと一緒なんですね。形はすごいけれども。で、唯一違うのがロージーと言われている、この4弦の弦がね、太くてですね、オクターブ低いですよっていうところがポイントになっておりますが、まあ今日はですね、でっていうメロディーをちょっと弾いていこうと思うんですけど、その時にこのロージーの方がすごく気持ちがいいということをちょっとまず最初にお伝えさせていただくんですけど、まあでも、後でやりますけど、普通のね、チューニングされたウクレレ、皆さんが持ってるウクレレでも、このフレーズ弾けますから、やってみてください。じゃあどんどん行きましょう。まずですね、フレーズをちょっと奏でる前に、今回この、ウクレレ専用アンプ、ちょっとこれ鳴らしてみましょうか。どんな音がするか、ちょっと前回の、ね、動画でも確認してもらいたいんですけど、はい、電源を今入れました。いいですか。で、ナチュラルな響き、ここにコーラスエフェクターを入れられます。そうするとまあなんですけど、マイケル・ジャクソンのあのフレーズ、このフレーズだとちょっとね、クリーンで美しすぎるかなということで、今日は特別にですね、エフェクターというのを接続したいと思います。この辺に関してはですね、また今度改めていろいろ紹介したいと思うんですけど、今回はエフェクターという音を変える機械がいろいろあるんですね、世の中には。これギター用ですけど、今日はですね、このオーバードライブディストーションというものを使ってやっていくんですけど、これがどうなるかというとですね、これを間にかますとですね、ちょっと激しい音になるんですよ。あの音再現したいですもんね。これをコードを入れてですね、こんな感じで、途中でこうね、ケーブルをこう繋いでですね、まあこれは皆さん今知らなくてもいいですよ。こんなことを将来できるんだな、音変えられるんだなということをちょっと見ておいてください。そうするとですね、今はどうなるかというと、はいね、今の音でしょ。これちょっと押してみましょう。
いきますよ。はい。こんな感じでですね、今コーラス入ってる。ちょっといいでしょ。こんな感じの音が、出せるわけですよ。こっちの方が、ちょっとマイケル・ジャクソンのビートイットっぽいかなと思って、今日はあえてこの機械、オーバードライブ・ディストーションっていうのを使って、やっていこうと思います。まあ、これはね、いろいろこれの説明もあるんですけど、まあまあ、だいたい真ん中ぐらいですね、みんなね。にしてありますということでございます。はい。じゃあ、この音のことは、まぁ、あ、ちょっと、今日はね、弾き方はやっぱり中心でいこうと思うんですけれども、この G ソリッドならではのこのサウンドもちょっと体感していただきながらですね、今日は特別バージョンでアンプと G ソリッドと、このボスのオーバードライブディストーションっていうので、あの激しい感じ出していこうと思います。じゃあ、その今弾いたフレーズですけど、タブ譜で、解説していきます。はい。これ見てください。これ、タブ譜って言うんですけど、これ読み方わかんない。何これ？この数字の、なんかこれ意味わかんないという方いたらですね、タブ譜の読み方、めちゃくちゃ濃厚に解説してる動画、概要欄に貼っとくんで、そこでまずお勉強してください。じゃあ、いいですか？いきますよ。このね、あ、そうだ。これね、今こう、スイッチ入れるんですけど、このね、G ソリッドってここにボリュームがついてるんで、見て。ほら。ね、便利でしょ。ここでボリューム調整できるっていうのはこの通常のこのウクレレではない機能ですからね。はい、じゃあちょっと音ちっちゃめにしてちょっとやっていきましょう。まず4弦の2フレット、いいですか。その次、3弦の0フレット、次3弦の4フレット、はい、ここまでいい。つなげていきます。せーの3、はい、わかった。これシンコペーションなんで、この4弦の2フレットはちょっと食い込んで前に来てますからね。1,2,3,4。ここまでいいね。ちょっとこれ早いんでね。もう一回、せーの、3、はい、2,0,4。次行きましょう。次いきなり飛んで2弦の8、5。いき、わかった？ちょっと急に飛ぶからね。もう一回最初から、4弦の、せーの、2,0,4,8,5。8,5は2弦です。はい。これが前半。で、次は2弦の7,5。3弦の7,7です。これが全てです。もう一回いきます。1,2,3,4,2,0,4,8,5,7,5,7,7です。これがあのフレーズなんです。ちなみにこのフレーズはですね、バンヘイレンというギタリストが一見弾いているかと思いきや、スティーブ・ルカサーというトトというバンドのギターの、リストが弾いているということでですね、かっちょいいですよね、これ。で、今のね、これね、あと2パターンあるんですよ。最後がちょっと違うだけ。まず1個目のパターンは今のパターンです。いきますよ、もう一回。せーの、3、はい。最後の3フレットの7、7フレットが、だったって2回なんです。で、2番目はこうです。最初は全部一緒。だったぱっ。はい。ここで終わるんですよ、2回目は。最後の3弦の7フレットは1回しか出てこないです。ちょっと連続してやってみます。1,2,3、シンコペーション。だったぱっぱ、ん、ぱっぱっぱ。はい。ぱぱぱぱぱ、ぱぱぱ。うんうん、パーパーパーピッパーパーパーダッダッパーパーピッパー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 、うんうん、こんな感じです。まあこれほとんど同じなんですけど、最後の3弦の7フレットが2回弾くか1回弾くかの違いですね。これがですね、パターン1、リフ1、こういうのでリフって言うんですよ。リフって何それと思うかもしれない。こういうメロディーで伴奏する、こういうのリフというふうに覚え、ざっくりそんな風に覚えておいてください。で、今ロージーっていう話、4弦が低いって話したじゃないですか。これちなみにこのフレーズを普通のウクレレで弾くとどうなるか試してみましょう。はい、いつもの画像モデルでこれを弾いてみると、いきますよ。ワン、ツー、サン、はい。ここの4弦がオクターブ高いから、んだーとドゥダダーってなっちゃうんですね。だからこっちのロージーを貼ってやると、でー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 ってなるんですけど、まあでも、同じメロディーは弾けるんで、皆さんが持ってる通常のウクレレでもこのメロディー弾けますから。ちょっとこれ何回もこれタブ踏みながら練習していく。で、指なんですけど、このリフ1の、指なんですけど、ちょっと見てもらうと、これ Am のところで4弦の2フレットって中指で押さえるのかなと思うかもしれないですけど、フレーズの時はね、もう自由でいいですからね。ガズの場合はここ人差し指で始まって
このね、2弦の8フレットがすごい遠いんですよ、案外。こんな風に、指はですね、あと右も、親指と人差し指をこう、でん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 ってうまいこと組み合わせたり、全部人差し指とか親指でも、いけると思うんですけど、ちょっといろいろ工夫してみてください。特にこうやって弾きなさいっていう感じじゃないです。人それぞれこの指の使いは違うと思いますね。その辺もね、研究して深めていくのはいいと思います。今日ね、パターンが3つ出てきますからね、リフが3つ出てきます。今のがリフ1。これはどこで出てくるかというと、イントロとサビです。前奏とサビでこのメロディー弾いていきますということですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。最初にですね、フレーズ全部紹介しちゃいますね。次はね、A メロです。なな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 、あそこのところですね。じゃあこれ、ちょっとまたタブ法を見せます。今度はリフ2ということでやっていこうと思うんですけど、今度コード進行が変わってくるんでですね、ちょっとこれを見ながらやっていきましょう。下にね、緑色で書いてあるのコードになってますからね。いきますよ。まずはね、最初休符から、ワン、ツー、サン、ハイ。3、4、うん、3、4、うん、3、4、3、4です。途中で2つの弦を弾くところ出てきました。これ F のところなんですけど、3弦と4弦の5フレットをこんな風に両方押さえて、こんな感じ。あとは全部1本の弦だけですよ。もう一回最初から。最初、休符から始まるの覚えておいてください。1、2、3、4、うん、2、0、0、0、3、はい。うん。で、2、2、0、0、0。次、5、5です。うん、5、5、5。0、0、0。せーの。2、2、2、0、0、0。こんな感じになります。このタイミング、間をですね、持ってください。この指で、どの指でもいいです。親指でもいいし、人差し指でもいいし。でも、これこそですね、普通のウクレレだとかなりね、高い音程になっちゃう。ような気がしますね。ちょっとやってみましょうか。せーの、3、はい。まあでもこれでもかっこいいと思うけどね。ツール、レギュラーチューニングのウクレレですね。はい。はい。まあまあこんな感じです。これが A メロです。これ結構簡単じゃないですか。ただしリズム、ね、この、ダダッダッツダダッダ、うん、うん、ツダダッダッツダダッダ、うん、しっかり溜めて、やっていきましょう。これは結構一本指だし、この F の時だけのこの時はね、ガズさんはこんな風に人差し指と中指で弾いてます。これもちょっとやってみてくださいということですね。で、これがリフ2ですね。で、これが、A メロのところで1番と2番で出てくるんです。ちょっと歌いながらなんか雰囲気でやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。なな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 なねね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 ね、ジャスピーレ、こんな感じになるわけです。かっこいいですよね、これ。これをやっていきましょう。はい。そしてエンディングにガズがアレンジした、ダダッタッタダッタピリピリピリみたいなところも、これ全く同じで、2フレット押さえたまま、今これからやるのリフ3です。エンディングのところだけでコードが何も変わらない A マイナーだけのところで、4弦の2フレットだけ、ダダッタッタダッタピリピリピリダダッタダッタ、こんな感じのテンポ感でやっていこうと思います。そしてですね、今紹介した3つのリフなんですけど、今画面にも出してましたけど、ちょっとこれ、こんな風に映しておきますね。一時停止で今一度もう一回メモってもらうのもいいかもしれない。これメインのやつです。でで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 だってでで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 この7が2回と7が1回、この差ですね。下に書いてあるのはコードですからね。はい、これシンコペーションでん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 って感じになってます。はい、これがまずリフ1ですね。イントロと、サビで出てくるよというやつですね。はい、でこれ、これはですねリフ2です。A メロのところですね。これ4弦ばっかりなんですけどね。ここだけで、3弦4弦の5フレットが出てくるけど。はい。こうやって映しときます。一時停止で書ける方は書いてください。ちょっと読みづらいけどね。これが読むより、掴んじゃった方が早いかもしれない。自分で、耳で、雰囲気で。はい。で、これは、まあ、最後おまけみたいなもので、同じです。パターンは。全部2で、ツタダッタ、ツタダッタ、ツッ、スターだった。はい、ラストのエンディングですね。一応、リフ3ということになってます。はい。これが曲の構成でこんな風にいきますよという風に書いてあります。まあ、これ、このノートですけど、一応ガズクラブで入ってる方はこれ、ダウンロードできるようにしておきますんで、ぜひ皆さん、ガズクラブ、もう
活用してもらいたいんですけど、今カズクラブっていう名前が出たんですけど、このカズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたこのねタブフもそうですけど、いろんなマイケルジャクソンの曲とかガズが今までね取り上げた曲、手書きの楽譜が即座にですね皆さんのお手元にね毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね。あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習していただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。で、このね、パート1の動画ではシンプル簡単バージョンのかっこいいバージョンが2バージョンあるんで、この今やった3つのリフフレーズを、これ繰り返して当てていくんですけど、簡単バージョンやった後にかっこいいバージョン両方今からやってみたいと思います。まずはこのフレーズ、ただこれをただね覚えて、あとひっつけていく、そんな風に、考えてもらうと結構ね、頭の整理ができるかなというふうに思います。結構これ、こういうフレーズって考えようによっちゃはですね、コードを覚えるというよりはこの流れで覚える、場所で覚えるっていうのがあるんでね、これが肝心になるかなと思います。まあじゃあちょっとまずはね、シンプル簡単バージョンに合わせてやってみる。 1,2,3,4 Right.
ってみたー。やばくないですか。はい。これね、さっきも言いましたけど、こうリフ1、リフ2、ほとんどこの2つだけなんですよね。で、ウクレレで弾き語りしている人はちょっと新発見かもしれないんですけど、このエレキギターみたいなのって、今みたいにこの、ドドンドン、ドドンドン、みたいなのって結構あるんですね。それちょっとご体感いただけるの、これ、すごく楽しくないですか？簡単っちゃ簡単ですよね。これコードじゃないんですよ。一つの弦だけでもできるということでございます。いやー、結構これ乗れますね。はい。ちょっと皆さんも今のこのぐらいで、今のシンプル簡単バージョンのスピードだったら、大丈夫だと思うんですよ。ちょっと練習を重ねてもらってですね。普通のウクレレでも楽しめますからね。さっきも言いましたけど。じゃあ、この流れで、かっこいいバージョンをやっちゃおうかなと思うよ。今更なんですけど、このビートイットのね、今やった、ガズレレの弾き語りバージョンの方のかっこいいバージョンなんですけど、テンポがね、やっぱ速いんですよね。なんで速くなっちゃうかというと、難しいからなんですよ。英語読みながら、この肝心の、このリズムをビート弾いてるとですね、もうテンポ、リズムキープっていうところのね、ちょっと意識がね、やっぱりね、まだまだ修行が足りませんので、これ合わせてみるとよくわかります。ちょっと早めのね、ビートイットなんですけど、フレーズはでもかっこよくないですか？はい。このね、G ソリッドみたいなって、こういう楽しみ方もできるかなというふうに思いました。マイケル・ジャクソンのビートイット、このウクレレで楽しめるっていうのは、なかなかですよ、皆さん。で、まあ、さっきも言いましたけど、ちょっとこっちでもワンフレーズやってみようかな、ほら。みんなが持ってる通常のウクレレでもこういうのできるよという感じで、ちょっと聞いてみたいでしょ。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいね。このバージョンもかっこいいですね。You can't.
感じですかね。はい。このね、通常のウクレレでもかなりかっこよくないですか。まあ、ただし、やっぱり、あの、アンサンブルじゃないとちょっとこれだけだと物足りないですからね。まあ、お二人でやるとか、ガズさんの今のシンプル簡単バージョンに合わせるとか、なんかちょっとこれ工夫してやってみてください。でもこうするとアンサンブルで、なんか結構いろいろ表現の幅も広がってくるし、他にもですね、こういうかっこいい、面白い要素満載なんですね。で、その時にこういう、G ソリッド、このソリッドボディのエレキウクレレといろんな音を出せます。今回はね、このオーバードライブディストーションというのを使いましたけど、このね、このいうのもね、まあ一個お楽しみにちょっと加わるといいかなというふうに思って、今回これご紹介させてもらったんですけど、これシリーズにしていきますからね。G ソリッドウクレレでね、この G ソリッドウクレレたちでやる、再生リストを作りました。ちょっとこれからここに増やしていこうかなと思って、G ソリッドと通常のこの、G ラボのウクレレたちとのこのね、美しいコンビネーション。このね、アンサンブルちょっとね、研究していこうかなというふうに思ってます。ただいまそうだ。この G ラボのウクレレたち、これいつも使ってるね、最強最高のウクレレと、この G ソリッドウクレレ。これ予約、こっちは予約開始。ウクレレはもう販売と予約、これあるものは即発送ですからね。このアンプも予約受付になっております。概要欄にですね、貼ってあるんで、ぜひ、G ラボのウクレレたちチェックよろしくお願いします。というわけで今日はですね、初の試み、このデー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 弾いてみようということで、このエレキウクレレ使ってやってました。いかがですか皆さん。面白いですよこれ、ぜひこの新しいちょっとね、発見といいますかですね、なんかこんな世界があったのかっていう世界の扉開けそうな感じです。開けちゃってますね、もうすでに。ぜひ皆さん面白がってください。一緒によろしくお願いします。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。さようなら。